東京ジャングル、うん、はい、遊んでいきたいと思います。縄張りと世代交代、15歳を超えると寿命が迫ってくる。その前にベストコールして視線を残さねばならない。メスを見つけ巣で交尾するには自分の縄張りを作る必要がある。渋谷駅前には4つのマーキングポイントが点在している。マーキングポイントの位置はレーダーで確認できる。またスタートボタンでマップを開けば正確な位置が分かる。渋谷駅前の4つのマーキングポイントを巡り縄張りを作れ。おしっこじゃないの。やば。倒しておくべきだったな。ボスハイエナ一撃で倒した。ベテランになった。どういうこっちゃ。渋谷駅前の巣を使えるようになった。メス来たで。ペロモンを使ってメスもやってきたようだ。リーダーを頼りにメスを探しパートナーにしよう。メスには上げメス、タダメス、下げメスの3種類がある。だが、いいメスをパートナーにするにはオスもメスに見合う実力が必要だ。食を繰り返し、オスとしての実力を磨く必要がある。このゴールデンレトリバーはまだあのメスに見合うだけの能力を到達していない。獲物を狩り喰らい、ボスとしての実力を磨け。おお、振り向いてくれないよ。
あ、逃がした。世代交代ができる。子孫にはそれまでに鍛えた力の一部が引き継がれる。パートナーと巣で交尾し世代交代も行える。チュートリアルが終わったみたいですね。